よし、影。ここだ。フェルリアゴールデン。もうどこにも逃げられません。すべての道が猛虎の手の内です。道で捕まったのか。はい、やつら道沿いに野営を敷いて待ち伏せてます。やつらを退けるまでどこかに隠れておれ。試しと行くぞ。約束そのバイク。
茜、鍵を挿してみるか。あれか。五作の鎧、噂通りか蒙古で試してみるか。頑丈で驚くほど軽い。
堺様。ケンジ、どうした？いやー、ちょうどいい時にお越しくださいましたね。この先に猛虎の野営があって、食い物やら着物やら薬がたっぷり、何十人何百人分も、しかも兵が出払ってて、ぶんどるとしたら今ですよ、今。何か隠しておるな。そんな滅相もありませんよ。猛虎はいなくて物資はどっさり、あっしらの分も島のみんなの分も。ん、この機を逃すのは口惜しい。案内しろ。さすが、分かってくれると思ってました。なぜ野営を見つけた？猛虎兵をつけてみたんです。そしたら奴ら物見を置かず略奪に行くんでさ。では道で誰を待っておった？待って、いやいやいや、誰も。堺様にはたまたまお会いしたんですよ。槍川の町に身を寄せる民は物資が足りず困っておろう。そうそう、助けてあげませんとね。言った通り、どこもかしこも物資だらけ。集められるだけ集めてくれ。ケンジ、殺してやる。こやつを。ケンジの息の根を止めてやる。よくも見捨てたな。違う、誤解だ。助けを連れてきた。こちらは堺様、噂のクロード様だ。事のあらましを言い開け。ケンジに騙されたんですよ。騙してなんかいません。猛虎が物資を買うはずだったのに、銭を払わず代わりにこの夏を捕虜に取ったんですよ。猛虎が買うはずだった。あいつら戻ってくる。早く縄ほどいて。物資はどこで手に入れた？スゲガサ州から盗んだ。堺様、もうこの気をそらせます？逃げるつもりか？そんなそんな、策ですよ。信じ、当てにはならんな。そやつと逃げろ。チハルボ、チユーハルサ、ヒオチュシワ听吧哈。夏男、もう出てきてもいいぞ。お助けを。出られません。堺様、お願い出して。交渉ですから。
戦だと思ったら。ありがとうございました。ああ助かった。これからどうするのだ。これからあの酒樽を荷車に乗せて。ケンジ、お怒りだぞ。酒井様、あっしら物資を困ってる人に届けることしか考えてませんってば。例えば槍川の野営とか。持てるだけ持っていけ。その野営を訪れ、食料と薬で満たされておるか調べるぞ。はい、酒井様。はい、酒井様。失敗したじゃないか。怒るな、万事うまくいったのに。うまくいってない。猛虎も菅笠衆も死んで、欲しいもんは手に入った。これで槍川のルミも喜んでくれるって寸法。酒井様、ノリオ、そうを説き伏せたのか。納得したものの、恐怖心が勝っております。仕方あるまい。皆はどこだ。川辺で洗濯や水浴びを。誰かがこちらに来ます。猛虎、死にに来たようですね。一人だ。まずは出方を見よう。クロード、そして守り手の弟だな。お前らにことづてがある。申してみろ。クロードと坊主どもは大ハーンに立てついた。下ればこの地は見逃してやる。拒めば全て焼き尽くす。降伏などするものか。ならば死んでもらう。誰だ。
壁に層が逃げ切れるでしょうか。我らで守ろう。無理です。ご本尊と法華経を守らねば。層の命より価値あるものか。俺だけでは救えぬぞ。何百年もの教えが詰まった寺ですよ。見捨てられません。代わりに層が焼けるぞ。寺を守ることが私の務め。ならば残れ。僧を助け連れて戻ろう。猛虎が来る。川から離れろ。ご無事でよかった。ノリオ、どうした。なぜ寺を離れた。寺は立て直せます。命とは違う。では寺による僧を守るぞ。行きましょう。皆の者、ついてまいれ。
これだけの大敗ならば猛虎が戻ることはなかろう。こたびのご恩決して忘れません。一人で戦ったのではないぞ。しかしあのお叱りがなかったら大勢が死にました。これからどうする？杉寺に戻ろうと思います。猛虎を倒すためお主の助力を超えるか？無論です。杉寺が総出で力をお貸ししましょう。明石まで会おう。早く本堂を調べましょう。そんな、兄は寺を守った折に二つ名を授かりました。本尊を守れず無念であったな。しかし戒めは得ました。救えるなら救え、なれど全ていつか散りゆくと。形あるものは消えても教えは残るな。お前の修練場は近くのはず。賊のムクロ。生き残りがおる。いや、とどめ。襲う相手を誤ったようだな。動くでないぞ。とどめを刺してやる。いや違う、こいつらは俺が殺したんだ。他の連中も殺してやらなきゃ気が済まない。仲間ではないのか？手を組むよう脅されたんだ。そうすりゃ家族の借金を返すと。何年も仕えてきたのに、家に帰ったら家族はみんな殺されていて、家財も盗まれてた。あいつらを一人残らず殺すまでまだ死ぬわけにはいかん。お主の一憂は分かったが、一人では無謀だ。手を貸してくれないか？俺の名は五名だ。酒井仁だ。住処に案内しろ。
早く殺しとけよかった。まだ遅くはない。行くぞ。知っておることは全て教えろ。八重のことならば喜んで。八重の外に人がおる。物見だ。真っ先に始末しなきゃな。海辺に蔵があるな。あそこに盗品を置いてるんだ。あそこは？あれは連中の寝床だ。中には誰が？野党の頭の五郎八だ。あいつだけは許せない。随分と大きな野営だ。この地の民も脅かされておるはず。行こう。残念だってな。まとめて殺してやる。気を入れろ。五秒だ。殺したはずだぞ。
ますね。誰もおらぬか。いずこへ行った。死でなければ癒せぬ。この命はあなたに拾われたようなもんだ。家族の敵は撃てたな。あなたのおかげさ。すまないが、もう一つ頼まれてくれ。死んでもこいつらとは言いたくないんだ。わかった。心安らかに眠れ。心を荒らすと発しろと花札し、チュハルボ、
なぜ僧が狙われた？狙いは何だ？傷口が浅い。拷問を受けたな。蒙古の求めに応じなかったようだ。ちぎれた花びら、泥、何か隠すために土を掘ったのか。何かを命がけで守ったようだ。見つけてやらねば。これは僧が握っていた花。蒙古から隠したかったものはこれか。櫛寺の仏具だな。さあ、かかってこい。
お目にかかれて光栄の極み。さあ始めましょう。立ちを構えてください。